ウゴの残月第四席の2年が明けると三八のところにとある親子が訪ねてきます翌朝になってお松が「旦那昨日のタバコ入れはお買いなすったか何あんなものを買ってもつまらんからよした」 女房にも話をしないから世間へ知れる気遣いがございません。さてその年は何事もなく相果てまして明ければ明治の8年1月ももう月末になりますると芸者も太鼓持ちもだいぶ暇になります。朝からちらちら雪が降り出してよほど積もった様子。 清元三八のうちの台所口から「ごめんなさいまし三八さんのお宅はこちらでございますか?」「はい手前でございますよどなた?」。雇い女が立ってきてがらりと台所の腰障子を開けてみると子供に手を引かれた汚い姿で杖をつき にわかめくらで勘が悪いのかよぼよぼした女小じき「まあいけないよもうできってしまいましたよ」「い,いえ私は決して物もらいではございません」「おやそうまことに失礼どちらからいらっしゃったの?」「はいどうかちょいと」 三八さんにお目にかかりたいものでございますがよろしくお取り次ぎなすってくださいましはいじゃあまあこっちへいらっしゃいあのお師匠さん女小じ見たようなものが来ましたから小じかと聞いたら物もらいではないと言いますがねなんだか様子がおかしゅうございますよあなた きっとねだられますよ「しようがねえなそんなら気を利かしていねえと言えばいいのにそうはいきませんよもう上がっちまいましたものじゃあ行ってみよう」とお寺の上に広袖のはんてんを着まして清本三八がずっと障子を開けてみると 火のつきそうな頭で結んではいますが壊れかかっている柳川紬の合わせ一枚半襟も袖口もズタズタに切れていましてまるで化け物屋敷の御巣を見たよう結び目だらけの細帯に焼け穴だらけの前掛けを締め細い竹の杖をつき履き減らした低い番下駄を履き 七八つになる子はてんつるてんの着物を着まして裸足で雪の中に立っているから三八はけげんな顔をしながら「どなたでございますいえどなたでげす?」。女はいとも恥ずかしそうに打ちしおれまして「はいまことに」。 上がられた義理ではございませんが、散髪さん、私は若松屋の家内でございますよ。え、これはどうも。まあどうも。水戸城町のご親族とはまあ思いがけないことでよくまあ訪ねていらしゃった。私もね、あなたが横浜へいらしたということを聞きましたから。 早速お尋ね申したいと思いましたところが何かそのこっちもつい欲張り方々で間がないもんですからついついご無沙汰をしました「おいばあさんあの足を洗うんだからたらいぬるいお湯を汲んできな」と自分が世話をして子どもの足を洗って拭いてやり さあどうぞこちらへどうもまことにしばらくあなたお目が悪いのですかはい心介がああいうことになりましたもんですからいろいろと心配をしまして昨年の4月ごろからして目が悪くなって長い間不幸続きでござりまして袖もて 涙を押しぬいどうせもう治らん目と諦めろとご名医がおっしゃいましたから私もこんなに目が悪くなりましたのも何ぞの悪因縁だろうと考えましたがこれまでさして悪いこともしませんけれども前世の宿業というものがあるぞよとお説教で受けたまわったこともございますから 私はもうとうにあきらめていますけれども、親の因果が子にむくうとかで、なんにも知らないこの子どもたち、まことにおはずかしいことでございますけれど、昨日からまだ一流の御膳も食べさせませんで、お芋や何かでしのいできましたので、ガツガツしています。も 長らく人様のご厄介になり通しましたが早々はご迷惑もかけられませずつきましてはまことに恥じ入りましたがどうぞ三八さん子供をかわいそうだと思っておぼしめしだけ恵んでやってくださいまし。ええへえ、まあどうも何とも妄想用はありません。 横浜へいらっしゃったのじゃありませんか3へ続く。